プロなんです。いや、どうもジンです。いや、ということで今日はまあちょっとマッチョアルバイトということで、はい、まあ、僕とジンさんの知り合い、共通のちょっと知り合い、ちょっと共通の知り合いいて、そこはもうヤバいほどゴミ屋敷だとマジくせえっすマジくさい。しかも僕ゴミ屋敷行ったことないですよ過去、はい、まあ汚い友人の家は行ったことあるんですけど、はい、でもそこをはるかに超えてるレベルなんで、人生で出会った家の中で一番ヤバいなんとここれは結構ヤバいですね。まず匂いが来てるんでここ住む場所じゃないですよね。大掃除をしていきたいと思います。ではまず中見ていきます。おここヤバいっすもんね。でこれでもある程度もう業者さん来て、はい、半分ぐらいしかもうマシになった感じ、マシになったんですよね、はい、これでもうーわーポットがこれだ。いやでもだってまず入れないですもんね、キッチンに。もう電気つけたいんですけど電気すらつけてないっていう。電気がつかないらしいです。これやばいっすね。これ化石化してますもん。排水口が化石化してる。うわうわヌメヌメしてる、汚い炊飯器も保温状態になってますけど、わっきゃもんです。ね、この間までそこに全部生ゴミ積まれてたんですけど、ちょっとなくなってますね。うわ、はい、すごいな。うわ見たくないな。こっちあれですか。うわやばい。うわ俺ちょっと水回りのカビとか結構やばい。わかんないです。これやばくないですか。あでも便所がちょっと綺麗になってますね。アタックがやばい。あ、便所これで綺麗になってるんですか、はい、うーわ、これやだこれですよ何これどこの倉庫ですかこれどこのもらうのやし、何言葉が出なくなってきた。これ監獄ですよね。監獄の風呂だよ。よく見たことあるもん、洋画とかの。もうマジックリンの意味が入ってるマジックリンが一番綺麗じゃないですか危ないとこっすか、はい、うーわなんだこれ。そのなんか肉みたいな、うーわ、ね、意外に豊富なんすね。うわくっせ、うわくっせくっさ。その肉出してみてください。肉これですか、はい、真ん中の、はい、くっせ。何これ。え、一口用ステーキ。おい賞味期限3月16日だぞ2ヶ月も一口も手つけずに一口ステーキが置いてあるこれやばいよ。で、こっちがリビングですか。リビング、これがリビングでリビングなのか倉庫なのか、やっぱもう地球儀が崩壊してますもん。これやばいね、すごいねこれ。でちなみにこれはちょっとあれですか、綺麗になった感じですか。少し綺麗になった感じですかいやこれ何の PC もほこりだらけですもん。うわ字が書けますよこれで字が書ける。なんか引火しそうっすね字が書ける。うーわーこのマウスやばいぞ。椅子もうセレブ感がないですもん、あのディッシュも椅子もこれすごいな。うわちょっと待って、ね、ゲロッリアルにいけもオレンジとかですか。リアルに、なんすか。うわぁうわぁ、なにこれ、ホコリだらけじゃんうわぁやべ、マジクソ気持ち悪い。まあ大掃除、まあボランティアということで、はい、はい、無償で手伝いたいと思います。はい、ということで、綺麗にしていきましょう。はい、ちょっとこれがね、はい、ビフォーなんで、アフターがどうなってるかをね、はい、ぜひ楽しみに。楽しみにしてください。ただ、冷蔵庫はやっぱりあんまり開けないでください。冷蔵庫あれやばかったですね。あの一口ステーキ、もうなんかステーキ買えなくなっちゃいましたもん。おう！
掃除してたらね、なんかよくわかんない双眼鏡が、ホコリが見えるの双眼鏡が出てきて、すごいですね、いつの時代のやつですか、このエリア。なんか3年放置してあるエリアらしいんですけど、このエリアちょっと昭和臭が、はい、ガム、これ3年前のやつ、ちょっと開けてみましょう。意外に形状普通ですね。意外に、でもなんか色おかしくないですか。絶対色おかしいですよ、それ。うわ、やべ、臭い、酸っぱい、うわ、酸っぺなんだこれ、バーモントスみたいな。え、何それ、真っ黒なはずですよね、普通。ちょっと出してもらっていいですか、僕の方に。マジで言ってるんですか、何ずんのチャレンジするんですか。うわ、うわ、これがキシリトールですよ。なんか歯白くするのに、めっちゃ膨らんでますね、はい、歯白くするのに歯を際立てていく。ちょっと9時間です。今あの朝の9時から始めて、今夜の6時、夕方の6時になりました。で、ジンさんちょっとあのシャワーに家に帰ってしまったんで、僕一人の紹介になるんですけど、じゃあ見ていきたいと思います。じゃあまずキッチンからいきます。なんてことでしょう。その前回の動画わかんないんですけど、めちゃめちゃ綺麗になってる。めちゃめちゃ半端ない、もう新品そのものですよ。まあ業者さんも頼んでね、まあいろいろ水回りやってもらったんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。これは完璧だ。これは映せる。すごい。そして、あの伝説のお風呂、水回り。じゃあまずは、洗濯機から。なんてことでしょう。すっごい綺麗。匂いもね、全然マシになってます。うわ、いいね、いいね。そしてお風呂、あのカビだらけの、ふわー、なんてことでしょう。新品そのもの、その洗剤のいい匂いがしてますね。うわ、いいね。やっぱりいいっすね。こちらリビングです。こちらです。じゃーん、めっちゃ広い。めっちゃ綺麗になってる。めちゃめちゃ綺麗になってます。ここはもう段ボールいっぱい収納しまして、綺麗にね、はい。いや、めちゃめちゃ頑張った。本当動画に映ってないところいっぱいあったんですけど、まあ、それなぜかというと、あの掃除に集中しすぎて、あの全然ビデオ回す時間がなかったっていう。僕がこれね、整理整頓しまして揃えました。で、漫画とか、まあ、本もね、全部僕がここ、まあ、おしゃれづいてやっちゃいましたね。で、こちらがなんかよ、何があったか分かんないですけど、まあその洗濯を干すところがなかったので、これ組み立てて、こちら物干し竿にしまして、で、こちらテーブルです。パソコンテーブル、めちゃめちゃ使い勝手良さそうになってる。うわ、いいね、これですよ。めちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ広い。もう何があったか分かんないですもん。まあ偽善じゃないですけど、まあ、こうやってボランティアをするっていうのはすごいいいことだなって改めてなんか思いましたんで、なんかね、掃除ってすごい改めてすごい大切だなって思っちゃいました。はい、まあ、なんで、まあ、こういった動画って僕も作っててすごい気持ちがいいので、まあなんかね、まあ、いろんなことに挑戦していくっていうのもそうですけど、なんか人のために
ね、お役に立てるようなことも今後ね、なんかいっぱいしていきたいなって思いました。はい、ということですごい気持ちのいい一日になりました。めちゃめちゃ臭くなりましたけど、運気も上がってくるような感じするんで、はい、ということで、お掃除依頼待ってます。違うか